はい、えー、名探偵コナン。えー 黒金のサブマリンですね。えー、のネタバレをしたいと思います。えー、2回目をですね、バルト9のドルビーシネバで見てまいりました、えー。音が非常に良くなかったんですよね。すごい期待していたんですが。えー、なので、ちょっとバルト9でドルビーで見ようという方は、えー、ちょっと他の方の感想を見てから行かれた方がいいかなと思います。えー、このことは後でまたね、アップしたいと思います。えー、それでですね、 やはり2回目見ると1回目の興奮からちょっと冷静になってですね、やっぱりいつものコナン映画ですね、ここ最近のコナン映画とやっぱり同じだなってね、思っちゃったんですよね。なのでこの、えー、黒金のサブマリンもいつもタイトル出てこないんですが、えー、この国鉄のサブマリンですね、えー、1回だけだと多分ね、すごく絶賛だと思うし、私もそうなんですよね。えその演出力がすごかったと思うんですが、 やっぱ監督さんの力だと思いますね。なんですが、2回見るとですね、えーまあ、逆に気づいたこともあるんですが、まあ、あらしか見えないみたいな感じになって、まあ、いつものこの映画と変わらないことになってしまうんですね。まあ、それを置いておいても、やっぱり、えー、今回の「えー、黒金のサウマリン、えー、かなり、えーえー、ここ最近の中では本当にいい映画だと思います。 で、まぁ、あ、ちょっと荒をね、えぇ、ー、言うとキリがないんですが、まず設定ですよね。その八丈島ですかね、の沖にですね、パシフィック V という、まずユーロポールの施設です、ね、をここに送って、まあこの発想もちょっとどうかと思いますよね。それでここをですね、えー、まあ誰も警備してないんですよね、えー。まあちょっと無防備すぎますよね。そして、えー、ここに、えー 施設があるっていうことはですね、えー、ニュースで発表されてるわけなんですよね。それなのに、この無防備な形でですね、パシフィック V を置いておいて、えー、それがまあ中立国であるね、えー、日本に、中立なのかちょっとわかりませんが、えー、軍を持たない日本にですね、えー、置いてですね、それも無防備な会場に置いてですね、 で、デコイしか、えー、防御装置を持っていないと。なんか、あの、所長はですね、えー、防御は、防御はもう、えー、完全ですみたいなこと言ってんだけど、デコイしか発射してないんですよね。そして、まあ、そのデコイ、デコイもですね、えー、遠隔操作されて、えー、使えなくなっちゃうというオチなんですが、まあ、そもそも、 遠隔操作されたらまずい施設なのに、まあ、ハッキングされまくってるわけなんですよね。で、エンジニアが、えー、5人しかいないっていうのもおかしいし、そしてエンジニアが叩いてるキーボードも変な、えー、液晶キーボードみたいなんですが、あれむちゃくちゃ多分叩きにくいと思うんで、多分無理ですよね、あれでやるのはね。なんで、 まあ、本当だったら、まあ、自分仕様のね、キーボードを全部エンジニア持ち込んでるっていうのが、まあ、正解、あるいは作らせてるという形が正解だと思うんですが、多分そこら辺が舐めてるから、この設定になってるんだろうなっていうふうには思いますね。で、まずセキュリティが甘すぎるということですよね。そして、まあ、そもそもその、ええ、顔、 老若認証システムって、もうこの名前もダサいんですが、えー、ショッカーみたいにちょっと考えればよかったんじゃないかなと思いますね。そしてまあ、えー、この世界中の、えー、防犯カメラをつないで、えー、それに日本もつないで、そこにいろんな AI を走らせて便利に使おうっていう、 これは良くないんじゃないかって誰か一人でも言わなきゃいけないですね。ちょっとコナン君が苦い顔をしてたような気もするますが、それは自分たちがバレるっていうことっぽいですよね。なので、このシステム自体肯定してる雰囲気で始まっていくっていう。そしてその元は、人種差別をなくそうというっていうね、この飛躍が過ぎますよね。その人種差別のやつも、やっぱり入れたいから、 えー、入れなきゃいけないから入れた感があって、すごいさらっとうまく入っていたとは思いますが、えー、いじめと人種差別がオーバーラップしちゃって、それが、えー、老若認証システムにたどり着くというね、えー、まあ、腑に落ちない感がありますよね。も、ま、う、あ、ここは、えー、要するに今回の えー、コナン映画ではこれをやりたいっていう要素を出して、それをこう、繋いでいったらこうなったっていうことなんですが、うまくないですね。そしてそれ、うまくないつなぎとして、その灰原の愛ちゃんと、それからシェリーをつなぐ、えー、リードになった、えー、あの、ペンダントの、えー、USB に入ってた写真なんですが、ありえないですよね。 まず USB 持ち込んでいいんですかね。そして別にそんなものペンダントに入れなくてもいいですよね。そこはアナログ写真で良かったんじゃないですかね。もし欲しかったとしたらね。でも、まあ、そもそもだから、まあ、設定がおかしいっていうことになってしまって、その設定を掘っていてもおかしいことしか出てこないっていう、まあ、いつものコナン映画の、えー、特徴なんですよね。それがまあ露骨に、えー、現れていますよね。 そしてまあ、えー、せっかくですね、えー、パシフィック V から、えー、あの、エンジニアの女の方をね、えー、潜水艦に拉致したんですけど、もう一回、えー、ハイバルをさ、ら、えー、に行くっていうね、えー、ことをやってて、二度手間なんですよね。まあ、ここもうまくないですよね。えー、そしてまあ、えー 新一くん、つかま、コナンくんがね、えー、バレるんですが、動脈認証システムで、まあ、それが、えー、ピンガがやってたんですけれども、えっ、ー、と、あのシステムを使うとですね、えー、その、新一くんの、えー、パイカルとか、それから解毒剤で、えー、大人になった新一くんの方が、まずヒットするんじゃないのかなって、その絵はなかったですよね。なぜ、コナンくん、 少年のコナン君だけヒットしてるのか。まあ、そこもちょっとおかしいですよね。そしては、えヴ、ー、ァイオレットでしたっけえー、えー、もう、うんと、お酒の名前ですね。お酒の名前、えー、と、モスコミュールじゃなくて、えぇ、ー、まあ、誰かです。<laughs> あの、えー、おばあちゃんになってた人ですよね。あのおばあちゃんも、えぇ、ー、 最初にですね、えー、バーボンと、えー、話していて、まあ、その時に携帯を見ていて、その携帯をピンチアウトしてる、ピンチインですかね、するときに、こう、えー、マニキュアがね、えー、見えてて、それが、えーえー、ジン、えー、ジンじゃない、あの、お酒の色なんですよね、えー。マルティニーカノイリープラットですね。えー ここまで出てるのにな、お酒の種類が出てこないですね <laughs>。えー、その、えー、ベルモットかな。そうですね。ベルモットですよね。ベルモットの、えー、マルティニーのベルモットか、それからノイリープラットの色の、えー、ネイルをしてるんですよね。私はノイリープラットが好きなんですけれども、えー、それで、おばあちゃんがね、えー、灰原の後ろに近づいてきて、 まあ、それは、ハイバラと接触を取りたかったのかもしれないですよね。それで、えー、胃腸ですかね。胃腸の、えー、ブローチですかね。で、ブローチの整理券をハイバラからもらうんですが、まあ、その時のネイルも、その、ベルモットの、えー、ネイルの色と同じで、えー、そこはね、一回目見た時ね、気づいてたんだけど、 まさかベルモットがやってたとは思わなかったんですよね。えー、なんか、このおばあちゃんネイル派手だなぁと思ったんだけど、その最初の方のベルモットの方のネイルをね、えー、見落としちゃってて、まあ、2回目見るとね、このネイルの色だけでも結構簡単にわかっちゃうんですよね。その、えー スタバのね、スタバじゃないかもしれないんですが、そのコーヒーの縁を脱ぐね、えー、ところとかも、えー、バッチリ映ってますし、あのー、ハンドサインとかもね、えー、まあ、2回目見るとスルスルとね、えー、分かってい,いく感じがすごいしてました。それでまあ、えー ベルモットなんですけれども、まあベルモットが、まあ、えー、コナン君のことをシルバーブレッドって呼んでるのはようやく理解できたんですけど、えー、このシルバーブレッドっていうのは要するにあれですよね、えー、まあ、吸血鬼に対する、えー、銀の弾丸ということで、まあ致命、致命弾っていうことですよね。で、えー、カラスマなんとかさんっていう方が、まあ、だから、えー 生きてれば140歳なんだけど、多分あのお薬でね、えー、若返ってるんじゃないかっていうことだと思うんですが、まあそれって吸血鬼伝説のことですよね。ヴァンパイアのことで、で、それに、え名、ー、致命弾を、えー、浴びせるというか打ち込むことができるのは、まあコナン君だっていうことなんですよね。で、まあベルモットが、 えー、ボスと連絡取ってるんですが、もうこの世界になると、ボスっていうのはもしかしたらチャット GPT なんじゃないか、AI なんじゃないかっていうね、気もしますよね。えー、なんで、一応メールでしかやり取りしてないんで、 えー、ボスはね、それう,うもう、うん、チャット GPT みたいな AI なんじゃないかっていうね、感じもしますし、ちょっとアニメの方で、そのカラスマレインヤさんがですね、現代世界において、えー、そのガスマスクみたいなのをつけて、えー、出てきたかっていうのは私はもう覚えてないっていうかわかんないんですよね。原作ではそういうのが出てくるらしいんですけど、えー、その生きてる姿っていうのがあ出てくるのかっていうのと、もしね、えー、その生きてる姿っていうのが出てくるのかっていうのと、 が出てきたとしても、もう全部ベルモットが化けてました。つったら何でもできちゃうわけなんですよね。まあ、なんでコナン君のこの世界ではまあ、え全員ね変装がありえるっていう世界なので、非常に辛いですよね。その最近のアニメでもえ工、ー、藤えー、有作にえ化けた、えー、怪盗キッドに化けた、えー、ベルモット。 ですね、えー、が、えー、出てきたりとかしてもうレイヤーが重なりすぎててそのベルモットも、えー、黒の組織の中では立ち位置がよく分かんなくて二重、えー、スッ スファイやらそれからら潜入やらみたいな感じでそして、誰がコナン君が新一だっていうのを知ってるのかっていう問題もあって、えー、あと、その、誰が、えー、潜入の潜入を知ってるかとかね、もあって、ちょっと、えー、そこら辺、まあ、今回この映画では、えー、そういうややこしいところの人はあんまり登場させないっていうので、えー、うまくこう説明、 冒頭の説明もすごい鮮やかでしたし、えー、演出はすごくね、良、えー、かったと思うんですね。まあ、だからやっぱり問題は脚本と設定だと思うんですよね。でまあ、この八丈島にしたっていうのは、風の噂では、えー、原作者の方なんですけど、の提案らしいんですが、まあ、それが一番まずかったんじゃないかなと思いますね。で、この、 えー、八丈島とか、いじめ問題とか、人種差別問題とか、それから、えー、大人は子供の言うことを聞いてくれ、子供は大人の言うことを聞いてくれっていう、世代間問題ですよね。まあこれも、えー、あの過剰、エンジニアの彼女が言ってましたが、この世代間世世,世代間問題も、えー、入ってたわけなんですよね。なので、えー、エンジニアのあの女の子が、 えイバラの、えー、いうことを聞く代わりに、えー、コナン君が、えー、高木刑事ですかね、佐藤刑事かな、まあ、どっちかですね。で、の、に怒鳴ったことを、えー、最後謝って、え決、ー、闘にの行くというね、えー、形をとっていて、まあ、だからそれは建前上やんなきゃいけないから、いきなり唐突にやってしまうということなんで、 えー、なんでっていう人がね、多分多かったんじゃないのかな。まあ、そんな感じのネットの意見もね、出てますね。で、まあ、えー、サーバーがね、えー、熱くなるから、 え、海の中に出ましたっていうのも、まあ、おかしいですし、えー、防御システムにデコイがあって、デコイがあるってことは魚雷で撃たれ、撃たれることを想定されてるんですけど、だったらそこに作るなよ、とね、思いますし、まあ、八条島遠すぎませんかっていうね、えー、いうことなんで、しかも場所も教えていて、まあ、ありとあらゆる面で、えー、そのハッキングもされるし、まあ、セキュリティ面はおかしい。 とということですねそもそもサーバーとかを持たないでネット上で構築する方がいいですよね。えー、というわけで、まあ、ちょっとそのパシフィック V に関してはもう100%ダメ,なんじゃダメな設定なんじゃないかな。そしてそれに基づく、えー、やらなきゃいけないものですね。その AI による顔認証システムに、えー、動脈システムを入れたっていうこの 灰原愛とコナン君を、えー、まあ、とっちめるね、えー、ためにですね、えー、入れた、この無理やり弾システムですよね。これも、現代においては若返りっていうのはないわけなので、えー、顔認証システムに、えー、逆方向の、えー、 老人から子供になる方のシステムは入れる必要ないんですよね。そんなことする必要ないのに、それも入ってると。逆だったら、まあ、確かに、えー、子供の時誘拐された人を探すっていうのはあり得るわけですね。ただ、えー、ベルモットが変装して、えー、格乱させたんですが、もしそうだとすると、また問題が起きて、まずは、えー、 いくら変装したと言っても、いろんな骨格とかね、いろんな配置とかは変えられないっていう前提でこのシステムができていて、今の日本、今の世界のシステムもそうなってるわけなんですよね。で、うまく変装すると確かに誤魔化せる、えー、かもしれないんですが、そうするとそもそもあの、えー、女性のエンジニアの立場のがなくなるわけなんですよね。なので、えー ベルモットが変装して格乱したものに対してですね、ジンがホニャラシステムだって言ったのは正しいんですよね。あそこはジンがよくわかってないっていうことで、ジンのせいにされてますけど、ジンの方が正しいんですよ。そんなベルモットが変装したぐらいで、格、えー、乱されるようなシステムだったらもう使い物にならないっていうのは、 まあおっしゃる通りなんですよね。なので、まあここも二重の意味でちょっとおかしくなっちゃってるわけですね。そして、えー、それをですね、えー、あのエンジニアの方は、えー、わかってない。 のかもしれないんですが、えー、まあ、それはハッキングして調べてるわけなんで、まあ、ログは残ってるわけですよね。そうすると、えー、その、ユーロポールの方も、このシステムおかしいんじゃないかっていうふうになりますけれども、あの、女の人はそのまんま、えー、新しい目的地に、えー、飛ぶわけですが、えー、その時にですね、えー、行く先は言えないって言うんですよね <laughs>。 <laughs> それもともと言えないですよねっていうことですよね。なんで、ここもやっぱ設定矛盾が出て,ちゃ出てきちゃってるわけなんですよね。まあ映画だけのキャラだから、そのピンガもあの女の人も葬らなきゃいけないんで、えー、どこに行くかわからないっていう設定にしたんですが、 だったらそもそも日本で作るのを発表するのもおかしいし、日本の法律ではそういうものはできないし、えー、そしたら、えー、その、潜水艦にロケットランチャーを打ち込むのだってできないし、そもそも在日米軍とかどこ行ったんですかって自衛隊はどこですかとか、えー、まあ、え、まあ言ったらキリがないですよね。ということなんで、まあ、いつも、 のそのコナン君に対するモヤモヤ感がすごいね出、えー、ちゃうその脚本とね、えー、設定だったんで私はこの映画は本当にいい映画だと思いますがその脚本と設定に関してはまあ妥作だと思いますね。それはいつものコナン君と同じなんですけれどもやっぱりここでこの、えー、いろんなものをバッサリ切って えー、スピーディーなこの演出ですよねそして、えー、ちゃんと後半、えー、人工呼吸のシーンとかにたっぷり尺を取って、そしてちゃんとこう、えー、浮上していくところの、えー、意味とか、えー、潜ったところの意味とか、その上下、上下関係ですよね。その舞台装置の上下関係の えー、使い方と演出というのは、そして光と闇ですよね。その使い方は、えー、非常に良かったと思いますね。というわけで、まあ、監督さんに救われた、えー、今回の、えー、コナン映画だと思いますね。まあ、えー、その灰原さんとですね、コナン君のこの、えー、炎上要素になったこの例のシーンですが、えー、まあ、ちょっとね、 え、100億狙いに行ったんだろうなっていう感があって、これもあんまり好きではないですね。その、いや、いいんですけど、えー、まあちょっと商業的にやりすぎたんじゃないかな。えー、コナン君の、えー、の人にも聞いたんですが、えー、あれはなんか、えー、 なんか14のなんとかっていうね、えー、映画ですか ?14 かな、えー、何か、そんな感じの映画で、えー、F40 にね、えー、なんちゃんが、えー、下敷きになっちゃって、海の底、海じゃないですね、プールの底かなで、それを助けに行ったコナン君が、えー、ペットボトルの空気、入れた空気をなんちゃんに、 えー、渡して、で、それ、ダンちゃん吸い込むんだけど、コナン君がうっかりして、F40 に足を挟まっちゃって、えー、空気なくなったという時にですね、ダンちゃんが自分の空気をコナン君にあ、えー、げるというシーンですよね。えー、そしたら、コナン君が、えー、その足に挟まったね、F40 の、えー、ところから、えー ずっと挟まってるんじゃなくて空気、ランちゃんから空気もらったらすぐね、えー、足が外れるっていうね、もうそれをやりたいだけのための演出なんで、まあここもそうなんですよね。ただ、えー、この演出は、その、未来少年コナンのね、えー、あの例のシーンを、えー、踏襲してるんですが、ちょっと中途半端だったので、 今回は多分回数とかも同じなのかもしれないですよね。今回はそれをちゃんとやったと。それを、えー、まあ普通のコナンファンだったら、あそこの F40 のあのシーンの、えー、オマージュだと思うんですが、あのシーンの元になってるのは、もともと宮崎駿監督の未来少年コナンのシーンなんですよね。で、それを今回はちゃんと正しくやったという形だと思いますね。 えー、なので <laughs>、えー、まあ怒,怒る気持ちもわかりますよね古参ファンがね、えー、でまあ、えー、原作者の方もランちゃんの方が好きっぽいんですよねランちゃんを痛めつけるのはやめてくれってねこの前、えー、テレビで、えー、同じようなねシチュエーションの、えー、アニメを、えー、金曜ロードショーでやってて、まあ、そっくりだ ですよね、で最後ですね、えー、ジンがコナン君の正体を知っている有能な部下をですね、えー、射殺すると、えー、いうことですね。それでまあ大体いいジンっていうのはそこら辺の立ち回りっていうか察しがいいんであこいつ、えー、俺に不利な情報を持ってくるなっていう人は、まあ、簡単に、えー、葬ってしまうと。だから えー、ジンは、えー、まあ、切れ者のように見えて、実はお役人みたいな感じで、まあ、このコナンシリーズがこんなに続いてしまったのはジンのせいでもあるわけですよね。ジンが全部ヘマをやらかしてるから、コナン君が生き延びてる、灰原も生き延びてるわけなんですね。だからまあえー、裏で操ってるのはジンなわけですね。じゃあジンは誰かっていうと、やっぱりこれは、 えー、原作者のね、えー、青山豪昌先生から見たら人の立ち位置っていうのは、えー、編集者さんなんじゃないかなってね、思いますね。えー、というわけでね、えー、 なんでこういうふうにこないがこうなっちゃってんのかなと、コナンがこうなっちゃってんのかなっていうのは、ちょっと青山豪昌先生の浮きをこの前見たんですが、結構驚愕な内容が書いてありまして、まあこれはコナンファンなら知ってることだと思うんですが、まあそのお話をまたちょっとあげたいなっていうところと、それからやっぱりですね、えー、そのラスボスですよね。まあ一応ラスボスあの方って設定になってますけれども、青山先生って は最近でもあの方じゃないかもしれませんよとか、あともう、えー、出ていますとか、それから、えー、ちょっと黒の組織の話がちょっとね、えー、一枚はじゃないよみたいな感じにもなってて、 まあ、それがベルモットの立ち回りとかにも影響してるんですよね。で、あの方っていうのは、また最近ちょっと揺り戻しが来てると思って、アニメとかでもちょっと揺り戻しが来てて、その話をね、したいんですが、えー、まあ、まあ、私は、えー、アガセ博士だと思ってますね。で、アガセ博士じゃないんですかって、えー、コナンファンに聞くと、いや、それ原作の人がね、もうずっと前から否定してるからっていうんですね。じゃあ、それ以外の要素はありますかって聞いたら、ない。 っていうんですよね。私はもうちょっとあると思って、その商業的な要素ですよね。えー、その赤瀬博士にしちゃうと、えー、商業的に引っ張りが効かないので、えー、いろんなものを出して、えー、そっちに、えー、そっちの方に目を反らせていって、中続きさせてるんじゃないかなと思いますね。まあだから、赤瀬博士って今回の魚雷に対するデコイなわけなんですね。で、 えー、そうするとですね、えー、途中から出てきた人を、えー、ボスですよって言った場合にですね、えー、やはり衝撃度は少ないと思うんですそうですかって話になりますよね。なんで、私はやっぱり、その、アイマー・ゴーショ先生の、えー、赤瀬博士は、えー、カラスマレンヤっていうか、あの方というか、ボスではない、ラスボスではない、 っていう、いうあれは、まあだからデコイであり、本当はアガセハク、アガサ博士だと思ってます。えー、そして、それは、じゃあどうしたらこの、えー、原作の方がアガサ博士じゃないというのと、えー、アガセ博士アガセ博士が、えー、ラスボスかっていうのが、えー、両立できるのかっていうのを考えればね、もしそこが、えー、クリアできれば、 これは最高のオチになるんじゃないかなと思ってて、えー、青山、青山豪将先生もそれを狙ってるんじゃないかなと思っています。まあ、そのお話をね、またどっかであげたいと、近いうちにあげたいと思っています。はい、えー、付け足しです。まあ、ラストのコナン君が蹴ったものって何だったんですかね。えー、なんか、 えー、ピンガの首だったんじゃないかみたいな話もあるんですけど、まず蹴ったものがわからない。そして蹴った理由もわかんないっていうことなんでね。えー、これもまたコメント欄とかでわかったら報告いたしますし、わかってる方は書いといていただけると助かります。